ねえ、嘘でしょ？何も見えないし。私のイメージで言うとですね、目のとこが目になって、こういう可愛いパックだったはずなのに、つけたら、ここが目？どうも、ひよりんごでーす。今日の動画は？今日は一人暮らし女子のリアルな買い物を紹介したいと思います。今日ね、私ドラッグストアに行ったんですよ。で、自分が買ったものに驚いたっていうか、なんだろう、レジでなんかこれ女子じゃないなと思ったんだよね。なんで今日は全部一挙に紹介したいと思います。でもね、割と全部必要なものですよ。必要だなって私が思ってるものなので、ぜひぜひみんなで見ていきましょう。まず一つ目、じゃん、ボールド。これね、私大好きなんですよ。ボールドのなんかポンって入れればいいだけのやつ。これね、値段も紹介していこうね。みんなこれもう一人暮らしでしょ、みんな。詰め替え用で360円ボールド。いいじゃん。いいよね、これ。何個入ってんだ？18個。18回洗濯ができます。いいですよね。ケースはもともと持ってたのでこれにしました。どんどんいきましょう。これ大事よ、これ大事。これがね、228円。これ228円ですから、3個入りで。まあそうなくならないですね。これはいいですよ。ペットの毛、ペット飼ってないんですけれどもね、私の毛が本当に抜けるの。もうなんか将来ちょっと髪の毛がなくなっちゃうんじゃないかなって思うほど抜けるんですよ。なんでね、これはね、必需品ですよ。なんか一人暮らしになって、今まで実家では人のせいにしてきたけど、もう私しかいないから、私の毛なんですよ。はい、次、じゃーん。何これ？こんなの買ったっけ？買ったんだ。激落ちバスクリーナー248円。お風呂上がった時いつもこするんだけど、そのこするのがね、なんかこう棒がついててこするやつだから、全然力が入らないんですよ。もうこれでゴシゴシやりたいなって思って買いました。激落ちくん、何かと激落ちくん大好きです。台所にも激落ちくんがあったりします。そして、じゃーん、これはね、泡立ち豊かネットっていうスポンジですね。食器洗い用洗剤じゃなくて、食器洗い。これはね、すごくいいです。これはね、すごくいい。これは2台目です。すごくいいです。泡がいいし、あとね、なんかちっちゃいのもあるでしょ、もっと。それって結構洗いにくいんだよね。だからこんくらいの大きさが最高です。もうね、こんなものよ、全部こんなもの。じゃん、ファブリーズ詰め替え用。なんかさ、本当にソファーとか洗えないでしょ。だから仕事に行く時とか全部シューってやってから行ったりするんですけど、私匂いがつくのは嫌なの、なんか甘いのとか。だからファブリーズはいつも無臭のものを使ってて、詰め替え用なので298円なんですよ。で、ここに見えるかな、ここに詰め替えてないやつあるでしょ？なんで、もうすぐなくなるので買いました。そして、これね、ちょっとここだけ女子出ちゃった。チョコ好きみたいな。ここ女子出ちゃったんですけど、これ美味しいよね。軽いチョコ 軽いチョコなんですよ。これ美味しいんですよ。本当に好き、これは。これもね、なんと258円。もう安いよ。全部なんかね、一番高くて360円だからね。ボールドが一番高い。そして最後になります。じゃん、これはね、必需品ですね。みんなこれ必要でしょ。皆さんの地域はどんなもの使ってる？なんか決まりとかあるところあるよね、地域的に。うちではプラとか燃えるゴミとかペットボトルとか分けなきゃいけないけど、半透明のポリ袋に入れれば出せるので、45リットルの50枚入りを買いました。なんとね、これも安いんですよ。278円。50枚も入って278円なので、ゴミが50回出せますね。ありがとうございます。はい、このようにして、全ての買い物が終わりました。おさらいしていきたいと思いますよ。ポリ袋、
ポンジ ×2 ファブリーズ括弧詰め替え用コロコロゴールドお得用チョコとなっております。これで私のドラッグストアでの買い物は終了でございます。これが一人暮らし女子のリアルな買い物だと思うんです。私たまにはこう新作のリップとか買うんですよ。買うのは買うんだけど、基本的にドラッグストア行って欲しいと思うものがね、こういうもの、もうなんかこういうものになってきちゃった。年かな。なんか今日化粧品見てる時間よりもこうポリ袋探してる時間の方が長かったんだよね。半透明、でもこっちの方がいい。こうなんかね、こういう持つとこついてるやつとかもあるから、持つとこついてた方が便利かなみたいなのとか考えながら今日は買い物をしました。そんな私の日用品を今日は紹介しました。みんな日用品でこれおすすめだよとか、これ便利だよってものがあったらぜひコメント欄に書いてください。こういうものは男女兼用だと思うので。ちなみにボルドのこの匂い、何の匂いだ。プラチナブロッサム&ピロピオニーの香り。何の香りや、これ。何の香り。これね、すごいいい匂いなので、おすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かわいい。なんか癒される。タックはやっぱ癒されるな。タック好き。でもまあちょっとめんどくさいけど、でも一人でいる時間が長いから割とこうやってますね。はい、バイバイ。